はい、こんにちは。バンカーアカデミーの良平です。今日はこちらです。積み立て NISA でお勧めしていた3銘柄の実績ってどうなった?という方にお話していきます。この質問はよくもらうんで気になる方も多いと思います。そんな方にこの動画では運用から30ヶ月経っての実績をまとめたので振り返りとして見ていきます。投資初心者の方向けに分かりやすくお話していきますので、この動画が役に立ったと思ったらぜひいいねをお願いします。それでは早速見ていきましょう。では、このパートで積み立て NISA のおすすめ3銘柄の運用実績25から30ヶ月目を振り返っていきますが、先にこの動画の内容をお伝えします。この動画は以前挙げた積み立て NISA のおすすめ3銘柄についての続編です。僕も推奨していた3銘柄にて運用していたので、その実績を振り返っています。前回は19から24ヶ月目だったので、今回は25から30ヶ月目。結論は、この3銘柄で投資に大事なリスク、値動きの幅を学べるので、おすすめ銘柄として変わりません。この内容をもとに、積み立て NISA のおすすめ3銘柄の運用実績を丸ごと解説ので、ぜひ最後まで見てください。まずは、積み立て NISA でおすすめした3銘柄を確認します。1、EMAXI SLIM 米国株式 S&P500、もしくは全世界株式オールカントリー。2、EMAXI SLIM バランス8資産均等型。3、三井住友 DC 年金バランス30、債券重点型。攻めの株式 100% や、守りの債券重点型を持って比較し、各々がどれくらいのリスク、値動きがあるのかを知ることが大事です。ここではとりあえず、株式が多いとハイリスク、ハイリターン、債券が多いとローリスク、ローリターンの傾向があると思ってください。実際に運用した上で各銘柄のリスクが大体分かったら自分でアレンジして OK です。例えば 1 の株式 100% の投資信託を多めにするのもありだと思います。では各銘柄をさっと振り返っておきます。まずは EMAXI SLIM 米国株式 S&P500 攻めの大本命で米国株式 100%、 米国を代表する株価指数 S&P500 に連動するため、これ一つでアメリカを代表する企業500社に投資ができます。手数料信託報酬も年 0.0968% と破格の安さで人気も高いです。米国のみが怖ければ全世界株式でも OK です。EMAXI SLIM 全世界株式オールカントリーも人気なので検討するといいでしょう。ただしそれでも全世界株式の中身の 50% 以上は現状、米国に偏っていますが、なんでかというと、この構成は各国の株式市場の規模で割合がその都度決まるからです。時価総額加重平均という方法でこの割合は算出されていますが、要するにそれだけ世界的に見ても米国株の規模が大きくなっていると思ってください。次に2、EMAXI SLIM バランス8資産均等型。バランスファンドの中で8資産均等型は特に人気が高く、国内、先進国、新興国の株式や債券、またリート、不動産投資信託などに分散投資ができます。最後に 3、三井住友 DC 年金バランス30、債券重点型。国内債券だけで 55% と手堅い運用が期待できて、運用実績が豊富なのも魅力です。積み立て NISA で選べる投資信託では、債券 100% の銘柄を選ぶことはできないので、ローリスクならこのような銘柄を選ぶのがいいかと思います。先ほどの株式 100% や8資産均等型と比べて、値動きが安定するかに注目してみましょう。では、これら3銘柄を2020年の初めから月3000円の積み立てでスタートしました。各銘柄毎月1000円ずつの積み立てです。個人的には投資初心者の方はいきなり大きな額でやらず、月数千円程度からコツコツやるのがいいかと思います。投資額を減らせば、それだけ金額的な値動きの幅も抑えることができるので、僕は米国株式の EMAXI SLIM 米国株式 S&P500 はすでに積み立てをしていたので、今回は全世界株式オールカントリーを選びました。また、積立 NISA 口座は40万円の枠をすべて使う設定にしていたので、今回は特定口座にて運用をしています。積み立てを始めた1ヶ月目からの実績を簡単におさらいすると、2ヶ月目にコロナショックがあったものの、その後すぐに回復し、運用を始めて12ヶ月目には大きくプラスになりました。また13ヶ月目以降も好調なパフォーマンスとなっていて、順調にプラスとなっています。運用を始めて2年後の24ヶ月目には、全世界株式はプラス 32.20%、813均等型はプラス 15.05%、債券重点型はプラス 6.38% となりました。そうしたら毎月の運用実績を見ていきます。積み立ては月初に注文していますが、約定日は若干ばらついていることもあるため、各月の7日から10日あたりで比較をしています。毎月の投資信託の保有数量や平均取得価格、現在値、評価損益などは楽天証券のホームページで確認ができますが、少し見づらいので自分の方で拡大して作りました。ではまず運用25ヶ月目。全世界株式はプラス 25.46%。813均等型はプラス 11.24%。債券重点型はプラス 4.19% となり、全世界株式は24ヶ月目のプラス 32.20% から大きく下落しました。昨年までの全世界株式好調の背景は、構成の半分以上を占める米国株だったんですが、2022年に入ってからは、米国の利上げ観測などが逆風となり、下落傾向が続いています。こちらが米国の代表的な株価指数 S&P500 の過去のチャートですが、S&P500 は2022年の上半期で、すでにマイナス 20% も下落しました。次に運用26ヶ月目。全世界株式はプラス 14.42%。813均等型はプラス 5.13%。債券重点型はプラス 1.24% と、引き続き、米国のインフレ懸念と利上げ観測などを背景に下落しました。ただし、債券重点型は前月比マイナス 2.95% で済みましたが、全世界株式はマイナス 11.04% も下がったので、やはり下落相場でこそ、債券重点型のリスクの小ささと安定感がわかります。続いて運用27ヶ月目。全世界株式はプラス 29.99%。813均等型はプラス 13.71%。債券重点型はプラス 4.09%。為替相場が大幅に円安に傾いたことで、全世界株式などは為替差益の恩恵を受けて含み益が大きく増加しました。はい、こちらが2022年初めからの日本円と米ドルの為替チャートですが、今は20年ぶりに1ドル130円台の円安になっています。日米の金利差拡大によって、円が売られてドルが買われる動きが加速したことで、大幅な円安が進行しており、年始は1ドル114円程度だったんですが、2022年上半期で 20% 近く円の価値が下落しています。そうしたら、ここで、円安によってどんな影響があるのか、全世界株式のドル建てと円建ての比較をしてみましょう。こちらは iShares、MSCI、アクイ ETF という全世界株式の ETF で、2022年初めより、米ドルでの評価額でマイナス 20% も下落しています。一方、円評価額で推移する全世界株式の EMAXIS SLIM 全世界株式オールカントリーはそこまで下がっておらず、この半年間でマイナス 4.39% の下落のみになっています。この理由は先ほど見た大幅な円安の影響で、今はそれだけ外貨建ての資産の為替差益が増えていることがわかるでしょう。では、実績に戻って運用28ヶ月目。全世界株式はプラス 20.74%。813均等型はプラス 9.18%。債券重点型はプラス 2.80%。全世界株式と債券重点型のリターンのちょうど間が813均等型となっており、やはりこの3銘柄を持つと値動きが比べやすいと思います。ちなみに813均等型も円安の影響を受けることは知っておきましょう。先ほど見た通り、外貨建て資産は為替リスクを負うので、813均等型のうち国内の株式、債券、リート以外の5つは円安により為替差益が発生します。また、8三均等型の資産がどんな通貨で保有されているかというと、米ドルに関しては約 26% 程度が米ドル建ての資産になっているので、今のドル高、円安の影響も結構受けています。この組入れの上位通貨などは目論見書に記載されているので、気になる方はチェックしてみましょう。じゃあ残りはささっといきますが、運用29ヶ月目、全世界株式はプラス 25.81%、8三均等型はプラス 12.44%、債券重点型はプラス 4.15%、この時も株式相場は下落傾向でしたが、円安の効果でそこまで下がりませんでした。そして最後の運用30ヶ月目、最終的に全世界株式はプラス 19.69% と大きくプラス、8三均等型はちょうど間くらいのプラス 9.53%、債券重点型は少しプラスの 2.45% になりました。この動画で伝えたいのは、最初にお話した通り、この3銘柄を持つと値動きに差が出てくるので、比較することでリスク、値動きの幅を学んでいけるということです。値動きについて分かってきたなら、今度はあなたがどれくらいのリスクを取って運用していきたいのか、それを考えて自分なりに銘柄のアレンジをしていきましょう。このおすすめ3銘柄の運用は今後も続けていきますので、また実績は随時シェアしていきます。では最後に、今投資で不安な思いをしている方へ、自分が熱意を込めて書いた書籍、資産形成1年生を参考にしてください。投資の入門知識となるリスクとリターンの考え方や、米国株に投資をするなら絶対に知っておきたい、過去何年持つと必ずプラスになったデータ、よく聞かれる積立NISAで20年後に暴落しても慌てなくていい理由などをイラストで解説しています。また、読みやすさを重視すべく全編フルカラーで楽しい漫画もついていますので、投資を始めたい、続けたいけど不安があるという人はぜひ読んでみてください。本のリンクは概要欄に載せておきます。はい、では今日のまとめです。2022年上半期は株式相場が下落傾向だったものの、円安効果で全世界株式はプラス 20% 程度と大きくプラスになった。8三均等型も海外の株式や債券が入っている分、円安の恩恵を受けて最終的には約 10% と十分な利回りが出た。債券重点型は穏やかに推移し、最後はプラス 2.5% と申し分ない実績。この3銘柄の比較運用でリスク、値動きの違いを学ぶのが大事。はい、こんなところですね。またわからないことがあれば、YouTube のコメント欄か Twitter、Instagram を DM から気軽に聞いてください。そしてこの動画が役に立ったと思ったらぜひいいねを押すのを忘れないでください。よろしくお願いします。それでは今日もありがとうございました。バンクアカデミーではお金に関する様々な動画を配信しています。役に立ったと思ったらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。